どうもー、影やんです。今日もね、今日もというか今週というか、木曜日ですね。木曜日はど素人飯ということで、料理を作っていく。でもその料理言うてもですね、なんちゅうんですか、しっかりこう料理ができる人がする料理ではなくてですね、この中華名菜みたいなこういうね、ことを利用して、料理を作るという形ですね、をさせていただくということで、今回はね、八宝菜と、酢豚ですね、酢豚を作っていくということですね。うん、まあ言うたらもう誰でもできることをこう動画で、流してるということですね。うん、で、もう今こう、焼酎のウーロン割りをね、飲んでる状態なんですけども、デュアーズホワイトラベルのですね、ハイボールをですね、2杯飲んで、そっからですね、焼酎のウーロン割りに流れているということで、で、焼酎のウーロン割りが2杯目ぐらいになったところで、この料理を作っているという、ところですね。そういう感じなんですけども、そこそこその酔っ払ってるというか、それなりに酔ってる状態で料理を作るっていうのが、こう僕の中でですね、その負担がないんですね。精神的にその邪魔くさいとかそういうのが全くない状態で、料理ができて、できるっていう状態になってるんで、それはそれでいいんかなというふうに思っております。で、八宝菜の、その中華名菜の八宝菜には、何を足すかというと、キャベツなんですね。で、キャベツを足すんですけども、そのキャベツが一つあったらそれを切ってっていうんじゃなくてですね、売ってるキャベツですね。今入れましたけども、そのもう切った状態ですね。切った状態のキャベツをもう炒めていくっていう状態で、もうほぼこの調理がないと、調理っていうか料理っていうかその切る作業がない状態で、八宝菜を作っていくと。で、僕がやることというのは、このキャベツを炒めることと、この具を炒めるという作業ですね。ちょっとお酒を飲ませていただきました。で、だからその作業的にはもうほぼ簡単な作業をやらせていただいてるっていうところですね。キャベツをこう炒めていくということですね。まあこれぐらいの料理はしましょうよというところですね。これで家族っていうか、まあ言うたら奥さんがいる人やったら、奥さんの料理の手間が省けるんでね、1日ぐらいね、1週間に1日ぐらいこういう時間を作ってもいいかなというふうに思ってますね。それで結構家族、まあうまいうまい言って喜んだり、する感じなんでね。まあそれなりにそのプロが作ってるもんなんでね、それなりの味を出しよるんで、それでできることなやってみてはいかがでしょうかというおすすめをこうする感じですね。で、今の八宝菜、キャベツと八宝菜の具を入れて、で炒めてるというところですね。ちょっと焼酎のウーロン割りを飲ませていただきながらこう喋ってるというところですね。まあまあどういうんですかね、こういうのはね、もう中間のもんなんで、やると決めたらやるというところですね。もうやるんやと言ったらできるもんです。お酒飲みながらでもできるもんです。ちょっとこう、ろれつがちょっと
周りが弱くなってる、ろれつの周りが弱くなってる状態ですけども、それでも料理ができるということなんでね、まあちょっと跳ねたりしてますけど、だからこう自分一人で作るための料理でこれをやることも別にそれはそれでいいとも思いますし、家族がいる方はこれによってみんながこう食べることができるっていうことで、プラスの面が結構あるかなと思いますし、でこれがね切れないですね、この袋が切れないから、こうハサミで切れ目を入れてですね、ほんでソースを入れるという形ですね。それをやってるというところですね。なかなかこうさっと袋が切れないっていうのはね、まあまあ別にいいけどみたいな、ハサミでこう切れ目入れるし別にええけどみたいなところはありますね。ちょっとお酒を飲みます。もうだいぶね、僕もね酔っ払ってるというかね、結構そのお酒が前より弱くなったなと感じますね。前以前というかだいぶ前はね、毎日、お酒を飲んでた時はね結構お酒が強かったんですけども、今は週2回しか飲まないようにしてるんです。それはいろんなことをやっていく中で、週2回の飲酒っていうことに変えていったんですけど、そうすることによってですね、ちょっとお酒が弱くなってね、でそれはそれで別にいいんかなと思ってるんですけど、確実に弱くなったかなというふうに思ってます、うん、でこう炒めていくというとこですね。八宝菜ですね。まあこれでできるもうほんまにいいですよね。これで八宝菜が出来上がるの、まあその女の方でしたら、その旦那さんがいたらですね、こういうのやってやい、これぐらいできるやんみたいな感じでこう言わはったらいいかな、ね、これぐらいやりさ、ね、協力してえなみたいなね、ちょっと楽させてやみたいな、でこれ八宝菜ですね。でこっから、酢豚、酢豚は毎回僕は作ってるんですけどね、ちょっと親父がね、酢豚が好きなんで、作るようにしてますね。中華名菜のね、酢豚結構ええ味出してるかなと思ってますけどもですね。で玉ねぎはもう必須なんですね。玉ねぎ必須、玉ねぎを切ってほんで炒めるっていう作業ですね。まあ玉ねぎ、これ美味しい玉ねぎなんですね。ご近所さんが作ってくれたある玉ねぎをこういただいてですね、それを、炒めて作る、美味しいんですよね。玉ねぎってうまいですよね、で血液もサラサラにするし、そういういろんな効果もあるし、玉ねぎ自体がまあうまいなと感じれるですね。で生で食べてそのサラダとして食べてもうまいし、だからなかなかすごいですよね。ちょっと、お酒飲みます。まあこう皮をめくってる状態ですね。まあいいっすよ、こんな野菜をいただけるの、ほんまありがたいですよね。ほんまありがたいなと思いますわ。
まあ、買ってもね、結構安いですし、その、いろんな、こう、効果もありますし。で、切っていきます、ということですね。まあ、適当に切ってるんですけど、だんだんこの、まあまあこんなもんでいいかっていうのが分かってくるっていうかね、まあこう、積み重ねていくと分かってくることがあるということですね。もっとね、高度なこの料理をこう、お見せできるといいんですけども、まあ、こんな感じでやらせていただこうかなというところですね。料理凝り出すとね、まあまあいろいろこう考えなあかんし、そういうのもあるしね。だからその、主婦の方、素晴らしいというか、すごいなと。毎日考える、料理を考えるのも大変やもんやって。僕はこう週一回この晩ご飯だけこれを作ってるっていう、それも、何も考えずにできることを、作ってるんでできますけども、これが毎日ね朝昼晩とあればね、これは大変だ。ほんまにその奥さんにね、感謝せなあかんなと思いますよ、うん、いや家族に、家族その作ってくれてる人にもっともっとまあありがとうという言葉をね、毎回言わなあかんのちゃうかなと。それぐらいのことですよ。うん、仕事をしてね、ちゃんとしたその提供ができたらですね、相手をやっぱ感謝するしね、それに対して、感謝の言葉を述べてくれると思うんですけども、そういうのが、その毎回の料理でもやっぱりそういうこともあると思うんでね、やっぱりその感謝を述べるっていうのはね、していかなあかんだなぁと思いますし、僕もこれからしていこうと思いますね。こういう作ってることを見るとですね、やっぱりそういう、もう料理が出てくるのが当たり前は思うとあかんだよね。その作ってくれるその人の、なんていう、そういうことがあるから、ご飯が食べれるっていうね、ことをしっかりと、思うことですね。まあ大切なことですよ。その料理を作ってくれることに感謝するということはね。で、その一個の料理を作ることができるいうことは、すごいいろんな人の力というか、その、作業が加わってるいうことを考えなあかんですよね。この一食、昼飯、晩飯とか朝飯とかあるんですけど、それを、食べれることっていうのはね、いろんな人の力が、集結されてできてるっていうことね。例えば皿一つ取っても皿を作る人がいる。皿を売る人がいる、その店を経営している人がいるっていうことをいろいろ考えるとですね、すごいことが重なり合って、食事を取ることができるということをね、もっと感謝してね。感謝、忙しいと感謝できないんですけど、その忙しさをね、なるべくその取ってですね、感謝せなあかんなと思いますよ。ほんまに、食事できること、もう、飯食えるだけでありがたいんですけど、その飯食えるようになるためにはね、いろんな、こう、ことが、こう、されてるっていうことですよね。うん、米一つ作るんでも、その、一年かけて作ってはりますしね。で、そういうことをね、別に毎回考えてもいいけど、その、たまにはね、考えて、
これありがたいことなんやなというふうにこう感謝するっていうね、そういうことがこう大切だなと思いますね。うん、そういういろんな人の協力、そのもちろん商売でやってはるんやけど、そういうことがあることによって自分がその飯に、一飯にありつけるというか、そういうところがある。ということなんですね。これもうありがたいことで、もうだから今の日本なんかすごいありがたいですよ。ほんまに。結構安い価格でね、あのご飯を食べれるんでね、そういうことをほんまにありがたいな思わんと、なんかその文句言ったり、その料理が出てくるの遅いから文句言ったりするの言語道断ですよね。何言うとんねんいう話、うん、もっとその飯をこのあれで食える、その一時間ぐらいの労働で食べれるっていうことをね、もっと感謝せなあかん。思いますよ。もっと感謝せなあかん。ほんまにありがたい状態が今の状態やということです。まあコロナでいろいろありますけども、ほんまにありがたいことやということを、思います。感謝せなあかんと思いますよ。せなあかんというまま感謝するっていうことですよ。ということでね、酢豚、二皿目のね酢豚が出来上がったということです。ありがとうございます。